続いてのトラック競技は男子 800m 競走決勝です。今日の高校記録は1分51秒35、大会記録は1分56秒1です。それでは出場選手をご紹介いたします。第1年高田君最強、2レーンから9レーンでお願いします。